どうも、ベレです。まさかやっていきたいと思います。はい、本日は、サブアカで南葛高校トップ下サクセスでやっていきたいと思います。デッキの方は、スイーツ、ユー、ミサキ、で、翼、若島津、久保、この6人でいこうかなと思っております。で、バッチの方はね、キングエンブレム持ち込んでやっていきましょう。はい、そして今日はいいやつ着てまして、アイテムの方はパードリとマネキン役持ち込んでやります。では、やっていきます。で、自分ね、一応久保当てることができました。まあ、当てることができたんですけども、残念ながら SR37 で止まっております。うん。まあ、これは何を、意味しするとしますと、まあ、試合経験点50はあるんですけども、残念ながら得意練習頻度は0です。うん。で、いつもね、自分はね、南葛高校をやるときは、美咲くんの、PSR50、借りさせていただいておりました。で、通常の美咲、一応美咲くんは持ってるんですよ。持ってるんですけども、SR のプラス2とかプラス3しか持ってなくて、得意練習頻度が3なんですよね。まあ、その得意練習頻度を5にしたいがために借りていたんですけども、まあ、今回は、久保くんが SR1 突つということで、得意練習頻度0。でも、50になると得意練習頻度4まで上がることもありまして、まあ、自分は、今回は久保くんを借りてやっていこうかなと。まあ、この高校は久保くん借りるべきだなと思いまして、久保くん、借りさせていただきます。まあ、それならばね、ガチャ引かない方が良かったんじゃねえのと思うかもしれませんが、まあ、他の高校で、また借りたい人が絶対出てくるはずなんですよ。まあ、そういう場合も考えて、できるだけ人権キャラになりそうなキャラは、サブアカでも引いていこうかなと思っております。まあ、フレンドね、選ぶとき。まあ、デッキ組む際に、すべて自分の手持ちで組めるけども、どれか1個、ね、フレンドで借りないといけないと。いうときに、まあ、自分が重要視してるのはやっぱ得意練習頻度。まあ、これがフレンドにで上がるか上がらないか。まあ、その辺を見極めて自分はフレンドを借りさせていただいております。まあ、これを参考にね、フレンド借りるときちょっと気をつけていただけるといいのかなと思っております。はい、みさきくんが進んでいきます。で、ここは来てくれました。ここは来てくれましたが、ここはもう一旦、まあ、練習してね、デート行きたいと思います。まあ、ここは一発。ね、言っときたいですね。翼、得意練習、ごめんなさい。練習後言われてて、しっかりと、名言ください。で、ここで名言もらえてると、まあ、ありがたいし。1位ぐらいならね、終わるしね。はい、60回復。60回復だった?今違ったよね。はい、テイクオフ行きたいと思います。はい、ゆうくん。で、これで、臨床精神もらっておきます。で、ここでデート行っちゃいましょう。ここでデートですね。スイーツのデートは、まあ、毎回言いますが、カラデートが弱いです。カラデート弱いので、できるだけデートはしない方向で、持っていくといいのかと思ってます。いや、待てよ、これテクニック踏む?いや、メンタル踏んでもいいぞ。デート行かない方向を考えると、ね、ワンチャンあり、あ、でもいいや。もうこれはもうデート行くわ。いい。2回でやっぱりこういうね、激闘は終わらせていきたいんで、もういいです。はい。で、ここで、終わらない。まあでも、翼優先で踏みたいんで、これはメンタルですね。はい、翼行きましょう。練習後イベント。はい、OK ですね。あと1点、あと1点。で、若島津が動いていきます。で、ここで激闘を終わらせていきたいですね。で、この回復はもったいない。残念です。はい、テクニック。いってきまーす。はい、OK ですね。で、ここで終わり。で、ミラクルドライブシュート行きましょう。ミラクルドライブシュート行きたい。これも2ターンで終わらせたい。4つとかあったらいいんだけど、4つはないね。はい。で、ここは、シャッフルでオフェンス行きたいと思います。はい。名言ください。はい。OK です。20回復ですね。まあまあまあ、悪くない。で、若島津が動いていきます。セク1終了。はい、1951。まあ、セク1はちょっと、まあ、ミラクルドライブシュート引けてなかったっていうのもあるんで、まあ、ちょっと低いですね。ミラクルドライブシュートをやってると、ちょっと経験点が高くなります。まあ、それぐらいの差かな。あとはタックルか来ないかです。はい、ではここ、デート、テンション上げればいけるけど、デート行っちゃいましょうか。うん。その前に、テクニック、しっかりと振っておきたいと思います。まあ、技術ですね。まあ、今回のもので言うと、おそらく久保くんはテクニック依存。で、美咲くんもテクニック依存。で、若島津は、ちょっと最近、フィジカル依存からなんか違う依存になってるんじゃないのって思ったりもしてるんで、なんとね。で、翼は、まあ、ものによる、オフェンスかフィジカルって感じか。まあ、テクニックですね。しっかりと上げましょう。でね、スイーツがね、ほんとね、依存がわからない。おそらくなんですけど、彼女の依存ってないんですよ。彼女キャラの、品格成功って依存がない感じがしてて、
ちょっと安定しないですよね。クロスマシーン、やっぱりここで成功っていう時に成功してくれないんで、ちょっと残念です。まあまあまあ、しょうがないけどね。強い彼女だから。はい、では翼踏んでいってみましょうね。練習後イベントで名言ください。はい、OK でファースト。で、ここで10終わりましたね。はい、もらえない、残念。で、若島津いっちゃいましょう。若島津は2ターンで終わらせたい。若島津はね、むちゃくちゃ精神くれるんですよ。うん、むちゃくちゃ精神くれる激闘なんで、ここは本当に2ターンで終わらせたい。ベリーファーストで終わらせたい。なので、いいのがなければこれは、これね、ちょっとね、やろうか。ちょっとやります。シャッフルします。4つとか、来ないかな。若島津入り3つ。お、来た！ナイス！こういうの。こういうの踏みたいんですよ。若島津入り3つ4つ。まあ、こういうのが踏めれば次のターンに終わります。若島津の場合は本当に序盤の時に若島津。これだけは本当に早めに終わらせたい。それ以外は経験点はしょぼいんですけども、ここの精神は確保しておくかしておかないか。まあ、だいぶ変わってきますね。特に、勝利、ごめんなさい。攻撃の心臓、久保君の筋力で精神が大量に必要になったってことで、まあ、このムーブは大事になってきます。なので、できればね、できれば、若島津の激闘が来たら、ささっと終わらせるようにしてください。まあ、それも含めて、俺は若島津に。あとはタック性能が上がるからね。これオフェンス振って、スピード振って、いっちゃいましょうか。はい、では行きまーす。まあ、精神大量なんで別にあれですけども。はい、OK です。完了。ベリーファースト。いいですね。これ、精神500ぐらいくれるんだよね。500、OK。552、OK ですね。はい、ではここトリオ行っちゃいます。で、ここはデートですね。一発デートかましときましょう。はい、デート行っちゃいます。次の回復はでかい回復なんで、まあまあまあいいでしょう。はい、回復もらいました。OK です。で、美咲くんが動いていきます。福井部終了。はい、で、翼、OK ですね。残り1回。翼のためにオフェンス打っていきましょう。翼のフライングドライブシュートは多分、オフェンス依存。ファンタグラジスタはフィジカル依存。はい、こんな感じでいきましょう。で、せめてね、スタミナも90は欲しいんでね、90はしっかりと上げていきたい。で、ここを3マス以上、OK。3マス以上あるっていく。はい、で、次で終わらせますね。で、ゆうくん、実力。いや、負けてる。マジか。体力ねえな、体力ねえな。まあ、いっか、勝負しよう。はい、16%。はい、行きましょう。はい、OK。で、翼の名言、体力回復欲しい。ちょっと体力回復欲しいです。OK。あ、うぬぼれるのか違うな。いらねえな。で、ここで、これも行きたいけど、こっちも行きたいんだよな。この後を考えるとこっちなんだよな。はい、回復骨もらいました。OK。回復骨もらえるのであれば回復潰しちゃいましょう。はい、で、これはね、いつもレムリアで最近切ってますが、切らずに。で、このターンでうまいこと言ってないか。まあ、これはしょうがねえな。はい。60回復でいっちゃいます。スピードいきましょう。で、翼、名言ちょうだい。はい、OK。5個目の名言もらいました。まあ、セクニのノルマはクリアしております。はい、レギューツゲットですね。OK、OK。でもって、うわー、しょぼいな。いい、2発で終わらせたかったところではある。はい、翼。OK、6個目。で、回復ね。OK、OK。回復くれるなら OK。で、次のターンで終わらせて、その次デートですね。で、できれば次も翼と一緒にいてほしいのだが、いるね、ナイス。これ先に来てればね、死んで終わった。はい、翼、練習後イベント。OK、7個目ね。OK、体力回復。OK、OK、体力回復はしっかりと止まってる。じゃあこれいくか。キャプテン翼。まあ体力回復いらないっていつも、まあ自然回復は上げておきたいと思います。まあ最終的に体力足らなくなる可能性もあるしね。はい。で、スイーツの福井部終了。で、ここでデート行きますが、デートでは回復なしと。いうところですね。はい。で、得意練習頻度アップまだ来てません。次か。あと2個ぐらいしか多分激闘できないと思うから、ささっと終わらせたいところであります。はい、スイッチいきまーす。で、回復の名言使って、
組んで、その後、七夕って感じか。七夕で回復させましょう。はい、OK です。で、ここは、翼行きたいところではあるな。でも、翼行きたいな。翼行こうか。いや、これはスピードだな。いや、いい、スピード行く。うん。はい、で、ここで、6894ということで、石空さんやっていきましょう。はい、スイーツで回復もらっておきます。はい、OK です。でもって、これで終われない。じゃあ、ここはもうテクニック踏んじゃいましょうか。で、次のターン、黄色で終わらせていきましょう。はい、終わりでーす。翼、名言ちょうだい。はい、OK です。いいね、名言をしっかりともらえてる。今回の名言をしっかりともらえております。はい、そしてフィジカルで終わりですね。これで終わらせていきましょう。で、得意練習以上拾いたい。できれば拾いたい。はい、フィジカルいきます。はい、OK です、キャプテン C。で、得意練習以上拾いました。OK、OK。勝手的にはもう残り少なかったからね。ありがたい。ちゃんとここで拾えてる。で、これを最終までに終わらせるというムーブでいこう。で、ここでデート一回行かないかなんだよな。デートだった。いいとこなかったわ。はい、デート行きます。クロスマシーンもらいたい。さあ来い。うわぁ、失敗、クロスマシーンもらえない。残念でした。で、沸かし窓を成功しておきます。で、久保福井部。で、ここらで、いやー、微妙だなー、美咲くんか。シャッフルするか。いやー、微妙だなー、微妙だなー。これ、ここ行きたいな、5-2行っとこう。でもって、うわー、2個終わらねーのか、しょぼいな。これはちょっとやってしまったな。どうしよう、次のターン終わるって言っても、終わらせない方がいいのかな。はい、美咲は成功。いや、終わらない、終わらない、終わらないならばメンタル。いや、一回休む。で、ここで、とりあえず翼でも踏んで、最後に行く。まあ、2とかな、2とか美咲くんがいい。あ、3ある。あ、あれ？テンション上がった。あ、いいね。ナイスだ。じゃあ、これ美咲行っておきます。で、ここでデート行った終わりですね。みんなこれテンション上がってましたね。オッケーオッケー、ありがたい。で、久保くんが残り1回です。久保くんちょっと遅いんだよな。もうちょっと早めに進めてもらえないと困るんだよな。せっかく招き持ち込んでるからね。精神の調整がちょっと難しいです。久保くんが進まないと。はい、で、ここで終わらせていきましょう。メンタルかな？メンタルで終わらせていきます。体力温存させておきまーす。まあ、ドリンク使ってないから多分、体力は大丈夫だけどね。はい、OK です。では、ここから、しっかりとやっていきましょう。で、得意練習頻度が拾えない。じゃあ、これは、野生の嗅覚からいっちゃいます。はい、で、まず、こっからでかいタックを拾っていかないといけないのですが、翼。スピードいこうか。スピードいきまーす。まあ、激闘も優先させないといけない。いい塩梅でいかないといけない。これはもうじゃあオフェンスいっちゃおう。残り翼だけになるんで、これはオフェンスです。次翼踏めば終わりね。オッケーオッケー。で、翼がフライングドライブシュート終わります。オッケーです。さあ、ここでワンチャン、あ、終わらない。じゃあ、ここはデートですね。デートいっちゃいましょう。はい。で、学園祭で体力全開にはなりますね。はい、OK です。はい。で、経験点1万1000点。ちょっと経験点が出ておりません。ここから、経験点爆発させていきましょう。はい。で、久保くんが終わりですね。さあ、ここから、オフェンスで頑張らないといけないですね。オフェンスで、お、いいね。あれ、翼は？翼いねえじゃん。わ、マジか。翼いねえのか。翼がいねえのか。それはちょっと嫌だな。まあ、いくぞ。で、次、翼を終わらせていきたい。翼を終わらせていきたいのだが、B 賞を振って、はい。で、持って、翼。あー、踏みたいな、これ。
オフェンス見たいな。でもこれいっちゃうとまずいんだよな。さすがにな。さすがにまずいんだよな。はい、ではテクニックいきまーす。はい、で翼の名言もらいたいでーす。はい、オッケーです。で、来ないか。じゃあマジックパスいきます。で、ちょっと一旦遅れたんで、いつもより、これはディフェンスだ。これはディフェンス。これはディフェンスいきます、さすがに。で、次、デートか。デートですね。あ、メンタルでもいい。メンタルでもいいから、ここデート。はい、後編。体力回復大事です。はい、そして、おー、オフェンスナイス。いいよ。いいじゃん。さっきの取り返した感じがする。でも、オフェンスね、3タック、4タック。ちょっと今回ね、名言が拾えてないのが痛いよね。名言拾えてないのがちょっと痛いです。はい、オフェンスいきます。あれ？もしかして、臨床溢れた？臨床もらえたっけこれ。マジパって。あ、もらえるわ。やば。あー、溢れたね。ごめんなさい。66が溢れました。で、得意練習インドなし。じゃあ、キラーパスいっちゃいまーす。得意練習インドなしか。やだな。それちょっとやだな。はい、来ました。ナイス。ナイスタック。いやー、これ、タック名言使いてー。まだここじゃないんだよな。まあ、タック名言使いたいけど、このまま行きます。はい、では行きまーす。行きましょう。まあ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 、タック名言ね、もうちょっと拾えたらいいんだけどな。一個ぐらい欲しかったな。シャッフルする？遊ぶ？遊ぶのもあり。全然遊ぶのもあり。しっくり来ないから遊ぼう。はい。OK ですね。はい。で、ここで、さあ、でかいタック。あれ？やば、俺！やべ、やっちゃった。神業トラップまだもらってなかったのか。神業トラップ終わってると思った。ごめんなさい。多分神業トラップ取れないっす。削りました。テクニックか。テクニックいく？テクニックなんだろうな。はい、ではテクニックいきまーす。はい、OK です。で、翼の名言ください。はい。あー、やっぱ、10個目取っちゃったな。残念でした。あ、来た！来た来た来た。炭素タック。でもこれで終わらせたらちょっと技術もったいないけど、まあいいや。終わらせていきます。いいです。技術はもう、いいです。問題は、技術はいけた。はい。で、これでオフェンス行って、終わらせて、次何の、ワンチャンあれだな。もう終わらせなくていいな。この次終わらせないっていうのもあり。得意練習インドいらないし。ここまで来たらいらないし。でも、経験点的に得意練習インドなんだよな。なので、行ってください。はい、で、アイカンスト。お、マジ？来た。こんな時に来ちゃった。マジか。マジか。今までハマってなかったのに、急にハマり出した。で、技術カンスト、精神もカンスト。さあ、技術精神か。微妙だな。もうちょっと見て振ったよ。精神はもう無理だな。はい、ではオフェンスいきたいと思います。さあ、翼、名言くれ。名言くれ、名言。でもね、意外とね、これ終わんじゃないのかなと思ってます。あと、青3、黄色2、赤2でしょ？終わるよ、これ。あ、やっぱり。無理、無理か。神業って無理ですね。ワンチャン終わる。いやー、これどうすっかな。マジパーとか取ってもいいな。臨床欲しい。とりあえずスタミナも90まで振っていくか。100はちょっと厳しいけど。あ、テクあり。民衆稼げるよ、これ。ありありあり、全然あり。はい、タック、民衆稼げるね、これは。で、技術もフルだけ振ろう。
高展開力 OK。 じゃあこれテクニックいっちゃいまーす。でドリンクはダダ余りしてるんで使ってます。はい、テクニック OK です。いいよいいよ、急に巻き返してきた。反則アタック連発、いいね。おお、カンストナイス。俺は行くよ。え、普通に稼げてんの？これで試合経験点も結構出るだろう。久保のおかげで結構出るから来てますね。はい、これでじゃあテク行こうか。で次のターン青3だから多分終わります。うん、多分終わります。テンション上げれば終わるんで。さあ次オフェンスにね、青3来てほしい。はい、でここで終わっていきます。でサクッとピンチャン行っちゃいます。はい、で技術振っておきましょう。技術でせっかく無比ゲット、あとは試合で攻撃の心臓ですね、精神もらって振っちゃいましょう。はい、行きまーす。はい、終わりました。無事、勝ちましたね。はい、427。はい、OK です。さあ、オフェンスに。あれ？オフェンスに。オフェンスに。いやー、マジ。これね、技術稼ぎたいんですよ。で、これディフェンスフィジカルだと技術ゼロなんですよね。そうなると、ちょっとこの後がしんどい感じがしますので、もうこれは終わらせません。オフェンスでいきましょう。多分オフェンスしかないんですよね。テクニックで光ってくれてればよかったんですけども、ディフェンスフィジカルだろ。これ技術稼げないからな。これはもうオフェンスで技術稼いで終わらせます。はい、OK です。はい、サクトメンちゃんいっちゃいます。行きましょう。で、ここで筋力振っていきたいと思います。まあ筋力。まあでも、結局のところね、多分ね、カンストぐらいもらえるはずなんですよ。すべて感想ぐらいもらえるはずなんで、すべてゼロに近くしておかないといけない。試合経験って言うんだけど、800とかもらえるからね、確かね。久保様様だよ。でも、これからね、こんな試合経験って50度、もうバカみたいなボーナス出してくると、溢れちゃうからね、その辺も調整しないといけなくなってくる。はい、ではこれでいきたいと思います。はい、終わり。2対0終わりました。無事終わっております。はい、712、あれ？あ、そうか、試合経験点が足りてないのか。メインなら800いくつ稼げた気がするけど、710。あれ、もしかして満点取れなかった？2アシストした感じはするんだけどな。はい、では、これで終了しましたが、経験点は最後の方爆伸びしましたね。3万いってる？はい、いってますね。はい、では振ってまいります。はい、振ってまいりました。まあ、おそらくこれはもう、ね、ここまで取れたら、さすがに更新してるはず。XS2? はい、ここまで行きました。はい、やっぱり更新できてましたね。うん、やっぱり強いな。もう、最後の経験点も強かったんですけども、それを吐き出せる筋力、ありがたいです。皆さんも久保使いましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。